あ、お待ちしておりました。乗務員じゃなくて迷い子ちゃんだったんですね。短い間なのが残念ですが、よろしくお願いします。うん、よろしくお願いしますとにこやかに始めたいところなんですが、早速謝らなければならないことが。何？先輩、陽明さんから聞きましたよ。ずっと私の代わりに働いてくれてたんですよね。もう先輩にはこってり絞られまして、その件は本当にご迷惑をおかけしました。ううん、迷惑じゃない、楽しかったよ。は？かわいい、かわいすぎじゃないですか君。罵倒浴びせてもいいこと、いいとこですよ。寝坊とかしょうもない理由で遅刻した雑魚娘とかなんとかお寝坊さんだったの？いやもうその言葉のチョイスがずるい。ああ、こんな子をすぐ送り返しちゃうなんてもったいない。せめてそれまで私が握りしめてて。へえ、随分と余裕そうだな。げ、先輩、やかましいと思って来てみれば無駄口叩き続けてるとは。無駄？全然無駄じゃないですよ。貴重な人間との交流の場であって。あ、はい、すみませんでした。コマちゃん、顔がコロコロ変わって大変そう。人の目がありゃサボらねえと思ったが、こいつには別の仕事やらすか。待ってください、私やれます。この子と一緒がいいです。お前の意気込みが信用できた試しがねえんだよ。あのね、陽明さん、ハトもコマちゃんのお手伝いがいい。あ？コマちゃん、もうちょっと見てたいから、ダメ？ハトちゃん。先輩、聞きましたか今の。私から離れたくないって、まあ、そこは言ってねえけどな。都合のいい耳してんな、お前。だいたいこちらはお手伝いしてもらってる立場なわけですよ。それをあれこれ命令できる方がおかしいってもんですよ。はあ、ここで押し問答しても始まらねえ。わかった。お前らに任せる。次はねえぞ。了解です。いやー、あんな押される先輩久しぶりに見ましたよ。ありがとうございます。うん、どういたしまして。さて、お手伝いなんですが、あっちの機械のところに来てもらえますか？わかった。まあ、でも、ハトの年齢とか書いてないんだよな。コマちゃんとても素直で元気なお姉さんみたい。どんなお仕事してるのかな。とりあえずセーブしとこっか。いや、ほんとなんかちょっと変わってるよね。見たことない機械、何に使うんだろう。さて、ハトちゃんにやってもらいたいのは包装のお手伝いです。包装？間もなくなんとか駅ですっていうの？それです、まさに電車業務の花形。実のところ包装しなきゃいけないことはたくさんあって、私が来るまでは先輩がやってくれてたみたいですね。ハト、全然聞いてない。え、そんなはずは。先輩が話もるとは思えないし、人間ちゃんには聞こえないんですかね。お客さん専用ってことなのかな。後でおばあちゃんに聞いてみよう。ハトもおしゃべりするの？そうしてもらいたいのは山々というか、私はぜひとも聞きたいんですが、ハトちゃん、ここの字って読めます？読めないみたい。やっぱり、さすがに台本なしは厳しいので私が読みます。というわけでして、ハトちゃんには音声の調整をやってもらいたいんです。そこの機械で音を変えたりボリュームを変更したりしてほしいんですよ。調整？なんだか動画の人みたい、面白そう。お、乗ってくれますか？こっちとしてもありがたいです。私、ん？いつもは私一人で回してるんですが、今日は波の乱れが激しいみたいで。波？外のこと？ああ、いや、それではなくて、音波とか諸々の調整が難しいと言いますか。とにかく、ハトちゃんが手伝いに残ってくれて助かります。どう調整すればいいかは私が指示出します。ハトちゃんはその通りにボタンを動かしてもらえますか？わかった。では行きますよ。いざオンエア。え？何？あー、そういうこと。下。バーツってどれ？あ、これ。これ何？あ？こうか。上。はい。成功。よしよし。
ふう、これにて一仕事完了です。本当に助かりました。どうしました？コマちゃんと小金くん似てるなって。あ、やっぱりわかります？私ら双子なんですよ。そうなんだ。と言っても性格は全然似なかったんですけどね。いやー、ほんとよくできた弟でしょ。うん、すごく優しいお兄さん。あれ、小金くん起こしてくれなかったんだ。それが起こしてくれたらしいんですけど、また寝ちゃって。二度寝ってなんであんなに気持ちいいんすかね。ベッドの上でふわふわするの確かに楽しいかも。あ、お話ってそのことですか？お話？わざわざ先輩に物申してまで私を選んでくれたでしょ？何か話したいことがあるから一緒にいたいのかなと思ったんですが。あ、わからないからいい。そんなこと言われると余計気になっちゃうじゃないですか。でも、大丈夫です。私もしょっちゅうわけわかんねえこと抜かすなって怒られてますから。何でもいいんで言ってみてください。ね、コマちゃんの顔を見てたいって思ったからそう言ったんだけど。え？あれ、そのまんまの意味だったんですか？でもどうしてそう思ったのかわからないの。それだけ。小賀くんと同じで顔がいいからとかではなく。顔にいいと悪いがあるの？あ、いや、すみません、今のは忘れてください。とにかく私は手伝ってくれた理由が分かってすっきりしました。話してくれてありがとうございます。ハトはすっきりしてないけど、今の答えでよかったのかな。本当はもっとおしゃべりしてたいんですけど、これ以上は本格的に次はないになりそうなんで、もうちょいここでお仕事していますね。何かあればいつでも呼んでください。うん、ありがとう。はあ、とりあえずセーブ、して、はい。で、コマちゃんのお手伝い終わったよ。陽明さんはまだ下にいるのかな。はいはい。いないよ。陽明さんいなくなってる。どこ行ったんだろう。あれ、ハンカチない。こっち来た時はあった気がする。どこで落としたんだろう。もしかして貨物車かな。あー、そういえば今見た時ハンカチなかったな。特に気にしてなかったけど、貨物車は一番奥だよね。おばあちゃんの会話は変わってないか。あー、違う。おばあちゃんは放送を聞こえた？アナウンスのことかしら。ええ、聞こえたわ。晩餐の案内だったり列車の道筋だったり、ちゃんと聞こえるのって嬉しいわね。はあ、あったあった、ハンカチ。よしよし、あった。ハンカチを手に入れた。で、こっち行くのか。なんかあっちの空気変な匂いがする。離れていよう。はあ、じゃあこれを取ってあと戻りゃいいのかな。あら、おばあちゃん。あら、車掌さん。2号車に戻ろうと思ったのだけど、こっちじゃないのかしら。2号車は逆だよ。案内してあげる。ありがとう、あいたた。おばあちゃん、どうしたの？あら、痛くないはずなのに、つい癖で。でも、なんだか少し歩き疲れたみたい。ちょっとだけここで休ませてくれないかしら。うん。大丈夫か？綺麗な星。私も、あの星の一つになるのかしら。おばあちゃんよく言ってた。もうすぐおばあちゃんはお星様になるって。あれ、死んじゃうって意味だったんだ。私ね、孫によく話してたのよ。おばあちゃんはもうすぐお星様になるのよって。お星様になってあなたを見守っているからって。あの子はいまいち実感がなかったみたいだけど、分かってくれていたかしら。ごめんなさい、わからなかった。こればかりは仕方がないけど、もう少しだけあの子と過ごしたかった。あ、ごめんなさいね、つい独り言が多くなっちゃって。どうしておばあちゃんはその子のこと好きなの？え？その子たくさん一緒にいたわけじゃないんでしょ。話が通じているかもわからなかったのに。
その子のことたくさん知らないのにどうして大切だって思うの？そうね、あの子が孫だからよ。それじゃあわからないよ。孫だとどうして大切なの？そう思うのが普通なの？だって大好きな子供の大切な子供よ。それだけで理由は十分。お母さんが好きだから子供の鳩も好きってこと？そんなのもっともっとわかんない。大丈夫、心配することないわ。あなたももう少し大きくなったらきっとわかるから。ダメ、今わからないとダメなの。わからないと鳩嫌われちゃう。誰かにそう言われたの？うん、でも普通がわからない子は怖いって。どうしてみんなわかるの？どうして鳩はわからないの？さっきの言葉は少し無責任だったわね。謝らなきゃ。昔話をしていいかしら。おばあちゃんの子供の頃の話。あなたくらいの頃、学校の発表会があってね。学校ってことは小学校ぐらいなのかな？たくさん練習して本番当日、真面目に発表してたのよ。その時、大人はみんなヘラヘラ笑ってた。どうしてって思うでしょ？私たちはこんなに真面目なのに、なんで笑ってるんだろうって私も思ったわ。大人になってようやくわかったわ。子供は何をしても微笑ましくてつい笑顔になっちゃうってね。でも子供の私はわからなくて、なんだか恥ずかしくて嫌だって思った。おばあちゃんにも子供の頃があってわからないことがたくさんあったんだ。そんな気持ちが確かにあったはずなのに、大人になったら忘れちゃったのね。私も笑う側になってしまってたわ。理解できないことはとても怖いわ。でも、わからないことをわかっているってことはとても大事なことなのよ。どういう意味？みんな、自分の世界がみんなと同じだって思ってるから。そうじゃないんだって。自分がわからないことを知っているってとても難しいことなの。嫌な気分になるから、理解できた途端簡単に忘れちゃうのね。あなたはそれができている。それってとってもすごいことなのよ。ハト、すごい？ええ、とっても。ハト、怖くない？怖いなんて思うものですか。辛いかもしれないけれど、その気持ち大事にしてあげてね。それでいつかあなたみたいに。なんでそうなんの？おばあちゃん。